先日も真紀子さんから電話で、まだ決めないの、どうして立たないの、早く立ちなさい、女性からなぜ立たないのって言われるとね、ちょっと男として申し上げないと思ってんだけど、自民党の派閥論理こそぶっ壊さなきゃならない今回の総裁選挙なんです。ひょっとすると歴史が動くかもしれない。当選して小泉未来閣の方針に反するようなことをしたら、私が自民党から足を引っ張られるんじゃない、私の方から自民党をぶち壊しますから。私の内閣の方針に反対する勢力、これは全て抵抗勢力だ。今後小泉内閣の政策に共鳴をし賛成してくれる政党があったら喜んで協力していきたい。内閣を進める場合には必ず反対勢力、抵抗勢力出てきます。こういう勢力に対して恐れずひるまず、どういう勢力かっていうのはやってみなきゃ分からない。民営化はタブーで触れられなかった。私の内閣になったからタブーじゃなくなった。旧郵政省のわけのわからない論理は小泉内閣には通用しないということを、しかしほとんどの人は言わなかったじゃないですか。知らないものは知らない。論語にありますよ。論語、知らざるを知らぬとなす、これ知るなり。知ったかぶりしちゃいけない。毎日行われたぶら下がりやパフォーマンスで国民を魅了し、世論を味方にした。さらに外交も官邸主導、総理として初の訪朝を果たし、北朝鮮に拉致を認めさせた。ご感想は？日に新た、日々日々新た、日に新た、頑張ろう。グローリーグローリうまいのとかだろうけど、ラクダ初めて、ラクダけども楽じゃないね。こんな教科書を子どもたちに読ませている、許せない。この図解入りの、これはちょっとひどいですね。性教育っていうのは我々の年代では教えてもらったことありませんが、知らないうちに自然に一通りのことは覚えちゃうんですね。ここまで教える必要があるのかどうか。今のイラクに非戦闘地域というのがあるんですか、一体。非戦闘地域が例えばどこなのか、一箇所でも言えるんであったら総理言ってみてください。どこが非戦闘地域でどこが戦闘地域かと、今この私に聞かれたって分かるわけないじゃないですか。すごい答弁ですね。自衛隊に最終的にその戦地に送ろうという総理がですね、私が知るわけはないじゃないですかと言ってですね、いなり開き直る。アメリカが言うんであれば、どんどん自衛隊を出していくという、そういう日米同盟が今までと違ってきているということについて、総理は全く説明責任を果たしてないじゃないですか。日米同盟は日本の平和と安全を確保するために最も大事な同盟である。本音でも本当です、本当なんです。それを否定して民主党が本当に政権を取れるのか、これは非常に面白い議論です。靖国参拝について誤解があるんじゃないかと思います。戦場に出なきゃならなかった方々、そして命を落とした方々、こういう方々に対戦する哀悼の念、それを表明するために靖国神社参拝してるんであって、これを批判する気持ちがわからないんです。首脳宣言署名式で小泉総理は自分の前に用意されたペンを取らずに、隣の席の温家宝首相が署名を終えるのを待って右手を差し出したのです。一瞬戸惑った温首相ですが、すぐに小泉総理の意図を介してペンを手渡すと、小泉総理はそのペンで署名。
そして小泉劇場のクライマックスがやってくる。そう、小泉にとって郵政民営化はシロアリ退治の本丸だった。郵政民営化に賛成させる自民党、それが自民党を変えるという趣旨なんです。だからこれを変えないんだったらぶっ壊すと投じたんです。ドイツのように民営化に踏み切って、結局ポストは増えたけれどもポストオフィスは減ってしまったというこのがっかりの例とか、あるいはニュージーランドのように民営化したら外国に買われてもう一回作り直したいううっかりの例とか、アメリカのように日本に民営化しなさいと言いながら自分はちゃっかり国営を守っていこうという、このがっかりとうっかりとちゃっかりのこの3つの中で日本はどれを学ぶべきなのか。うっかりとかですね、がっかりとかちゃっかり引用しようとは思っておりません。各国の例を参考にしながらしっかり民営化させたいと思っております。今回出されている法案を見てみるとどうですか。ほとんど現在と変わらないような内容になってるじゃないですか。そしてなんで同じだって言うんだったら反対するんですか。郵政公社のままがいい、郵政民営化には大反対だ、違うから反対してるんでしょ。同じだったら賛成してくれないじゃないですか。議論は深まったとお考えですか。まあ深まったと思いますよ。よく私の考え方も分かったと思いますよ。総理は説明責任を果たされていると思いますか。ああ、してると思います。意見が違うだけでしょう。今になってね、そもそも民営化反対だなんていうのは何言ってんのかと。私を自民党の総裁に選んでおいて、今度くらいは私の言うことを聞いてもらいたいね。しかし小泉内閣が提出した郵政民営化関連法案は自民党内の反対派により参議院で否決される。すると衆議院を解散する。小泉は衆議院解散を決行。反対票を投じた造反派を抵抗勢力とし公認を与えず資格まで送った。小泉自民党を国民は支持だが、その一方で靖国神社への参拝問題や自衛隊のイラク派遣など海外からも批判の声が上がり、小泉内閣の支持率は急速に低下していった。そんな中2006年にはこんな意味深な発言をしていた。花もいつも咲いてちゃ綺麗じゃない、バッと散るから綺麗なんです。人も引き際は大事、散り際は大事。その言葉通りこの年任期満了をもって総理を辞職。そして今回ついには政界まで引退したのだった。